TSKCCC ターミナルビルは東京都港区六本木7丁目15-2に存在した高級会員制クラブやレストラン、オフィスなどの複合ビル。暴力団、統制会のトップとして知られ、レジャー開発などを手掛ける東亜総合企業も経営する韓国人の提携権営により、1966年に完成し、町の自宅が置かれていた東亜マンションと同じ敷地内に、 現代人の憩いと対話の場所を実現するためとして建設され1973年7月11日にオープンした。建設資金は東亜総合企業が韓国外貨銀行の支払い保証約60億円の信用保証を受け日本武道産銀行より約54億の借款を受けることにより調達したが最終的に建設費は 建設会社に払われないままであったと伝えられている。なお、TSKCCC は、町が自らの制御としていた、統制会などの非合法活動から決別し、党は総合企業社長という、票の社会の成功者として振る舞うことを演出する、ことを主な目的として建設されたこともあり、党政会構成員は、TSKCCC のオフィス棟に置かれていた、 東亜総合企業とそのグループ企業のオフィスに出入りすることが固く禁じられていた。元暴力団組長というまさに反社会的勢力の構成員が経営しているにもかかわらず、当時の日本のコンプライアンスの低さからオープニングレセプションは読売新聞社の渡辺恒夫が運営委員を務め、司会は後に参議院議員となる女優の山口敏子が務めた。さらに、 ゲストとして、町井の貢献人で、党は総合企業会長でもある、小玉義夫と親しい岸信介元首相や園田正衆議院議員などの政界人や、岡田茂三子会長などの財界人、三田吉子などの芸能人から、各国の特命全権大使までが駆けつけた。オープン後も、セレブリティチョイスクラブの名の通り、長島茂雄や石原裕二郎。 E.H. エリックやデブイスカルのアランドロンなどの著名人が毎晩のように訪れるなどの盛況を見せた。しかし、町の貢献人でありオフィス棟に会長室を置いていた小玉がロッキード事件で1976年に逮捕された上に白川高原の開発をめぐって同年7月5日、東和総合企業社員の黒沢勝利ら3人が 福島県知事の木村森江に対する500万円の贈賄容疑で逮捕され、町井も任意で取り調べを受けた。また、同時期には、アメリカの韓国系ロビーストが関係した汚職事件の物体として、TSKCCC が使われていたとして、アメリカ議会の委員会から調査を受けるなど、不名誉な形で、マスコミに取り上げられることが増えたこともあり、急速に客足が遠のくことになる。 さらにその後1977年6月に、東亜総合企業は不当たりを出して倒産した。これ以降、町はほとんど人前に出なくなり、TSKCCC ターミナルビル内の自宅マンションに、引きこもる日々が続いた。その後町がこのビルを手放すことは避けられたものの、町の意向もあり、キャラバンサライをはじめとするいくつかの店舗が閉鎖された。その代わりに、 松尾和子やデブイスカルノなどが経営する新しい店と入れ替わるなどしたものの以前のような派手な展開は行われなくなったその上にメンテナンスや改装があまり行われなかったことからバブル景気が崩壊した1990年代に入ると幽霊ビルと呼ばれるようになっていく1 9九十年代後半に入ると町の長男である佐藤祐二などのアドバイスを受けて 空いたクラブやレストランなどのエリアは、クラブやディスコなどに貸し出されるようになり、若者を中心に以前とは違う形で盛況を見せることもあった。クラブバニラとして営業されていた3回その後2002年9月に町井が死去したため、町井の長男の佐藤に所有権が移された。しかしその後、町井の再建者らによって競売にかけられ、敷地の約半分である。 約600坪が252億6000万円で落札されたものの、その後数度にわたり、所有者が移転された。ナオの競売には、2007年に朝鮮総連本部ビル売却問題で逮捕された、小形重武元公安調査庁長,長官や、2008年に経営破綻したリーマンブラザーズなどの外資金融機関も関与していたのではないかと噂された。 その後2007年4月1日には最大のテナントであったクラブバニラが閉店し、東亜ビル管理組合顧問を名乗る長道院大学やいくつかの残ったテナントが立ち退きをめぐって所有者らと争っていた。しかしその後ビルの解体が進み、2008年3月いっぱいでビルは完全に解体された。ビルが解体された後も民主党の辻恵ぐみ第二首と、 富士薬品との間で資金をめぐるトラブルが表面化するなど、トービルをめぐってはその後も不透明な資金の流れの舞台となった。2011年10月、住友不動産が土地を取得。投資ファンドのマラソンアセットマネジメントが、真の所有権者は、同社と参加ファンドのコモンウェールマネジメントインクだとして、住友不動産に対し、 所有権移転等期末賞を請求する訴訟を起こしたが、2013年末までに和解が成立した。約1200坪の敷地内には2つの建物が折り重なるように建てられ、6階建ての東亜マンションのほか、東亜総合企業とそのグループ会社のオフィスや会議室があった。最盛期には高級会員制クラブやキャラバンサライなどのレストラン、バーや美容院、さらには テニスコートやボクシングジムまでが備えられていた。ありがとうございます。